染色体、染色体は遺伝情報の発現と伝達を担う生体物質である。塩基性の色素でよく染色されることから、1888年に、ビィルヘルム・フォン・バルディアー、ヘインディッチ・ウィルヘルム、ゴットフリート・フォン・バルディアー・ハートスによって、クローマソームと名付けられた。クローマはギリシャ語、クローマ、色のついたに、サムは同じく、ソーマ、体に由来する。 歴史的背景から、染色体という語には、複数の定義がある。染色体の最も基本な構成要素は、DNA とヒストンである。分裂期の染色体は一体の姉妹、染色分体から構成され、それぞれの染色分体には、長い DNA 一分子が含まれている。DNA は酸性であり、塩基性タンパク質のヒストンとの親和性が高い。 DNA とヒストンの重量比は、ほぼ1、1である。染色体の最も基本的な構造はヌクレオソームで、ある、図に、4種のコアヒストン、H2A、H2 バイト、H3、H4 が2つずつ集まってヒストン8両体を形成し、146塩基体の二重差 DNA を、左巻きに巻きつける DNA 調螺旋の交算 ヌクレオソームとヌクレオソームをつなぐ DNA は、リンカー DNA と呼ばれ、そこには、リンカーヒストン、ヒストン H1 など、が結合する。ヌクレオソーム構造はさらに凝集して、直径30ナメートルの繊維を形成すると考えられているが、その構造については未だ定説がない。分裂期に入ると、光学顕微強化で、観察可能な棒状の構造体、 大の定義における染色体に変換される。この染色体凝縮過程には、コンデンシン複合体やトポイソメラーゼ E が関与する。クロマチンには大きく分類して、ユークロマチン、ユクロマチンとヘテロクロマチン、ヘタークロマチンの2種類がある。ユークロマチンは、クロマチン構造が緩まっており、転写されている遺伝子はこの部分に多く存在する。ヘテロクロマチンは、 密に凝集しており、この領域ではあまり転写が起きていない。ヘテロクロマチンはさらに次の二つに分類することができる。遺伝子の発現は、ほとんど見られない構成的ヘテロクロマチン、コンスタトゥーティブヘタークロマチンと、条件によっては遺伝子の発現が見られる、条件的ヘテロクロマチン、ファクルテイティブヘタークロマチンがある。前者は主にセントロメア付近にあり。 この領域の DNA は繰り返し配列に富む。分裂器の染色体は一体の姉妹。染色分体からなる。つ3。染色分体同士がより強固に接着している。領域はセントロメアと呼ばれる。分裂器にはセントロメア状に形成されるキネトコアに微小管が結合し、染色分体を両極へ牽引する。セントロメアを挟んで長い側を調腕。 短い側を単腕という。染色体の末端部は、テロメアと呼ばれる、特有の構造をしている。染色体には、ヒストンの他にも多くのタンパク質因子が結合している。RNA ポリメラーゼのような基本転写因子と呼ばれる、タンパク質複合体や、特定の遺伝子座に結合しその遺伝子の発現を制御するもの、クロマチンの状態を維持、または変化させるものなどがある。 また、トポイソメラージェと呼ばれる一群の酵素は DNA 超螺旋状態を制御する。染色体の工事構造を制御する因子の中で代表的なものには染色体凝縮に関わるコンデンシンや姉妹、染色分体の接着に関与するコヒーシンがある。有意と分裂の最初のステージ、前期では角膜を保持したままクロマチンが凝縮を開始する。前中期では 角膜が崩壊し、染色体凝縮がさらに進行する。凝縮の最も進んだ分裂中期では、二つの染色分体、姉妹染色分体がセントロメアでより強固に結合した形態をとる。細胞の両極から伸びた長い微小管、防水糸はキネトコアに結合する、強ん。 分裂後期に入ると、姉妹染色分体間の接着が解除され、防水糸は各染色分体を細胞の両極に向けて引き離す。染色体分離。こうして、最終的に各、娘細胞は1セットの染色分体を受け継ぐ。細胞分裂が完了すると、染色分体は再び脱業しくして、細胞核内に収納される。 ある生物の染色体を調べたいとき、コルヒチン等の薬剤で細胞を処理し細胞分裂を M 期で停止させてから、ギムザ等の染色を施し、凝縮した染色体の数と形状を観察する。こうして撮影された染色体を並べたものが、角型、ケリオタイプカリオタイプ、カーリアグラムカリオグラムとも呼ばれるである。 これを調べて分類学的検討などを行うことを核型分析という。カリオタイプは種ごとに一定である。例えば、人の2倍体細胞は、22体の常染色体と1体の性染色体、計46本の染色体を持つ図5。性染色体の組み合わせは、女性では2本の X 染色体、男性では X 染色体と Y 染色体1本ずつと、 なっている。女性の2本の X 染色体のうちの片方は不活性化されており、顕微強化ではバー固定として観察される。有性生殖を行う多くの種は、2倍体、2N の体細胞と1倍体、1N の配偶子を持つ。オス由来の配偶子とメス由来の配偶子が接合、受精すると、2倍体の接合子、受精卵となり、体細胞分裂を繰り返して、 個体を作り上げる。すなわち、二倍体の体細胞が有する二セットの相同染色体のうち、一セットは父親から、もう一セットは母親から由来する。一倍体の配偶子を作るための特殊な細胞分裂は、原数分裂と呼ばれる。原数分裂の過程では、母親と父親に由来する相同染色体は、交差を起こして遺伝情報を交換する。 このように、片親からの染色体をそのまま次の世代に渡すのではなく、世代を経るたびに常に新しい遺伝情報の組み合わせが作られるようになっている。無性生殖で増殖する種の多くは、染色体を1セットしか持たない。なお、男性の持つ Y 染色体はかつて、その大きさや遺伝子の位置などが X 染色体と異なることから、 原数分裂時の遺伝子の組み替えを起こさない変異しづらい不活性なものとされてきた。しかし最近では Y 染色体においても X 染色体との交差による乗り換えが起こっていると考えられている。また Y 染色体内で自身の遺伝子の位置が入れ替わっていることが明らかになるなど実際には Y 染色体の変異は比較的頻繁に起きていることがわかっている。 早め昆虫の症状えやゆすりかの幼虫の打線、染色体、唾気腺細胞中の染色体は、通常の体細胞の染色体とは異なり、体と染色体と呼ばれている。この染色体は、例外的に、顕微強化で、よく観察することができる。モルガンダによる初期の遺伝子研究では、主に症状えの打線染色体を材料として、染色体上の遺伝子の位置が決定され、 染色体地図が作成された。これらの成果は、近年のホメオボックス遺伝子など症状映えを材料とした遺伝子研究の基礎を成すものとなったばかりでなく、遺伝学全般の基礎を成していると言える。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。